どうもレトロさんです。皆さんはゆるキャラやご当地キャラなどどのくらいいるのかななんて考えたりしたことはありますか？実際調べてみると結構いるんですよね。今回はそんなたくさんのキャラの中からオイッスさんと人面石くんを紹介してみようと思います。それではどうぞ。岩手県山田町には運が良ければ会えるという神出鬼没のイメージキャラクターがいて、町の PR に一役買っています。それがオイッスさんです。岩手県の沿岸を縦断する三陸鉄道、2月までの土日祝日に洋風こたつ列車が運行されていて、美しい風景や海の幸が楽しめます。洋風こたつ列車ではアテンダントによるガイドやプレゼントなど様々なイベントが用意され、車窓には海、足元には暖かいこたつがあり、北国の冬を堪能できる特別な体験ができます。そんな北国で誕生した美味しい美味しいオイスターから生まれたのがオイスさんです。オイス、オイス、オイスターが口癖。オイスは遠い昔にテレビであの方がよく言ってたな。その方はオイスターじゃないけど、そんなことはさておき、とにかくウェルカムな街のキャラとして街の発展に一役買ってくれています。特技はバク転で運動能力抜群です。そんなオイッスさんは先ほど紹介したこたつ列車で約40分のガイドを終えると、ホームでこたつ列車を見送り、折り返しの列車で陸中山田駅へ戻ります。山田駅に到着後、カメラの前で堂々と着ぐるみを脱いだオイッスさん、姿を現したのは山田町でリハンストアなどを経営する増瀬義蔵社長です。ひょっとしてオイッスさんになるとバク転ができるようになるのかな。山田町を愛し特産品を愛するオイッスさんの活動は、非公認ながら地域に元気を届けています。さてお次は長崎県一木市の公認キャラクターの人面石くんを紹介したいと思います。人面石くんは弥生時代後期に春の辻遺跡から出土された国重要文化財である人面石がモチーフで、取材イベント等への出番も多く大変人気者です。島生まれ、島育ち、特技は子供泣かせ。子供は泣かせてしまうけど、一木氏の PR は完璧。人面石くんはこんな PR をしているのでご紹介します。一木ではたくさんの体験が楽しめる石、最近ではシーキャンドル作りやスキューバダイビングにもハマってる石。シーキャンドル作りは小さなグラスの中に貝殻や砂を入れて海をイメージしたキャンドル制作が楽しめる体験石。とっても綺麗でインテリアとして飾るのもいいし、スキューバダイビングはインストラクターさんがサポートしてくれるから初心者でも安心して楽しめる体験石。透き通った海の中をゆったりと泳ぐのは最高石。どうやら言葉の終わりに石が特徴ですね。少しくどいけど、他にもいろんな神社があるけど、今回は3つ紹介する石。1つ目は小島神社石。看板によって参道が現れたり消えたりするから、決まった時間しか渡れないとても神聖な神社石。2つ目は月読み神社石。パワースポットとしてはもちろん、この神社にあるお守りが女性に人気石。僕もとても気に入っているから、男性のみんなも買ってみて石。3つ目は御嶽神社石。この神社の拝殿裏にある御神体の岩にコンパスを置くと針が正常に動かなくなる石。とても不思議で、神様の力をより体感できる神社石。正式に登録されている神社だけでも150箇所もある石。しかも神社だけじゃなく仏閣や祠も含めると、神様にまつわる場所は1000箇所を超える石。以上、人面石くんの PR でしたが、子供は泣かせちゃうけど PR が上手で訪れてみたくなりますよね。そんな PR 上手の人面石くんを応援しましょう。このチャンネルでは他にもこゆいゆるキャラをご紹介してますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。